ホワイトアルバム254回目、開幕刹那のメールか。いやー、もうマリさんはお猿さんになっちゃいましたからね。もう仕事魔人のマリさんもチンチンには勝てなかったという。はい、続きいきましょう。 D ごめんなさい。これはこっちから送ってるメールか。高弘くん入試受けるんだ。てっきり推薦かと思ったけど頑張るな。どこ受けるって、国立狙い、それとも地方の大学とか。何にせよ頑張ってって伝えて。俺たちは大学受験に関してはサボったから、適切な助言は与えられないけど、一発で受かるといいな。というわけで昨日の件は気にしなくていいから、そんな大事な用を優先するのは当たり前だし。けれどやっぱり日を改めて話がしたい。それもなるべく早いうちに。今週のどこか改めて時間を作ってほしい。こっちは水曜以外は午後5時以降は空いてる。ほんと？また急にマリさんの予定が入るかもしれないよ。できれば今日か明日、5時以降でどうかな。また返事待ってるから。なんとかして決着をつけようとね、刹那の約束を取り次げようとしてる。ああ、もう日付変わっちゃった。1月25日。なんだかこう2月が近づいてくるとゾワゾワしてきますね。2月というか2月14日が近づいてくるとゾワゾワしてくる。再びごめんなさい。どこ受けるって、それがね、傑作なの。なんと北条大の政経学部。あの子遊びすぎて推薦枠からこぼれ落ちちゃったの。2学期の連中間なんか後ろから数えて100番以内。これでクラス委員なんだよ。うん、知ってる。前期クラス委員は仲良く。あー、でも小春ちゃんはあれだろうな、きっとその変に春樹くんが関わってないから普通にあの美穂子ちゃんと仲良くやってくれてるのかな。しかもだったら違う大学も受ければいいのに、今になって北条大にしか行きたくないなんてダダこねて、お父さんたちも今年は諦めるかってため息ついてる。本人が言うにはクラス行事とかで忙しくて勉強やってる暇なんかなかったんだって。まあ確かに学園祭とかでもすごく頑張ってたみたい。でも私が3年前やっぱり学園祭もクラス行事も一生懸命やって、それでもトップで卒業した人知ってるよって言ったら黙っちゃった。何かありますか、トップで卒業した人。もうメールでもあざとい。さすがおぎそ刹那やで。そんなわけでうちのキリギリスな弟に何か言ってあげてください。できればいつもの説教がいいな。あ、それとごめんなさい、昨日から携帯の電源が切れていたのに気づかなかった。このメールを見たのが30分前、火曜の23時でした。もう今日か明日過ぎちゃったね。私のうっかりのせいで返事できなくてすいません。いやでも前回の感じ見るにやっぱちょっと逃げてるよね、刹那はね。まあそれもしょうがないとは思うけど、何言われるかもう分かってるだろうしね、刹那もね。また日を改めさせてください。それじゃあおやすみなさい。いつになるんだ。あ、終わっちゃった。1月26日。全然関係ないんですけど、今日芝刈り機の音がうるさかったらごめんなさい。収録環境が。これあの6月1日にアップしてるけど、6月1日に撮ってるから。ほとんど生放送なんで、詳しくはツイッターを、X をご覧ください。D、再びごめんなさい。あ、いや、とりあえず頑張って、と。俺だって学園祭後の期末はボロボロだったよ。今までの蓄積があったから勘違いされているけど。だから高弘くんの境遇、わかるな。わかるけどな、クラス委員って何かと頼られること多くて、いい加減誰か変わってくれよって思うこともあったっけ。それでリスケの件だけど、イスケです。俺はイスケです。木曜も金曜も5時以降ならいける。遅くなる方は何時でも構わない。金曜なら午前中も開けられる。大学で合流してどこかファミレスとかでも話すのでも全然 OK だから、ほんの少しの時間でもいい。とにかく会いたいんだ。それで直接話をしたい。いやーもうこれ感じ取ってるな、刹那はな。わがままを言って悪いと思ってる。でも早めに連絡をください。別れ話をされるんだっていうのを。これ伸びに伸びてどうする。2月14日になっちゃったらありそう。ありえそう。 DD 再びごめんなさい。現在午前1時30分、お風呂上がりに隣の部屋の前を通りかかったら、漏れてきたのは明かりじゃなくていびきでした。大丈夫なのかな本当に。
春樹くんは今何してる？なんて聞かなくても大体わかるけどね。期末試験の準備だよね。付属の頃から2週間前にはもう勉強を始めてたもんね。なんでそんな言い方は正しくないかな。普段からずっと予習復習を欠かさなかったし、試験前に慌てることなんかなかったもんね。私は当時も今も結構サボってます。というわけで、今日の授業後は友達と勉強会という名のコピー大会。みんなのノートを持ち寄って大学からちょっと離れたコピーショップに集合だって。コピーショップコピーが終わっても、その後仕分けとか、ついでに勉強会とか、ついでって。何時に終わるのか。いや、なんか刹那のメール好きなんだよな。何時に終わるのかわからないみたい。なので、またまた悪いんだけど、木曜どころか金曜の予定もまだ立てられないんだ。予定がはっきりしたらまたメールします。バタバタしてて本当にごめんね。どんどん伸びていくじゃん。これやっぱ2月14日狙ってんじゃないのかな。1月28日。リーリーリー、再びごめんなさい。こっちこそ、試験前の忙しい時に無理ってごめん。そうだよな、期末試験なんだし、人によっては4年に進級できるかも瀬戸際だもんな。まあ、刹那がそういう状態にないのは分かっているけど、なんだかんだで手強いよな、いつも。手堅いよな、いつも。予定が決まったらメールください。ただもう、あと3日で、は3日で試験だから、そこまで無理してもらわなくてもいいよ。ただもし、今日か明日が無理だとしても、試験が終わった頃にはまた時間を作ってほしい。しつけえな、この男も。もう丸1ヶ月会ってないよな。そういうのを少し寂しく思ってる。じゃあ試験頑張って。お？くメールの送信ボタンを押すと、そのまま一気に力が抜けてベッドに倒れ込む。抜けないトゲをそのままに、胸に溜まったモヤモヤが晴れることもなく。で、今はマリさんもね、会えないんだよね、なかなかね。もう出すものも出せず。金曜午後11時30分。予定がはっきりしたらまたメールします。と連絡をくれたはずの刹那からはいまだに次のメールが届かない。俺が直接会って話したいと告げてからそろそろ2週間になる。その間ずっと2人の都合が合わず、何度も何度も予定を詰め直しても結局すれ違ってばかりで、俺の全てを打ち明けようという決意は、答えを出そうという重くそして残酷な選択は、10日以上もこうして宙に浮いたまま、必死に持ち上げたテンションを重く強く削いでいく。もしかして、いや、もしかしなく もしかしなくてかもしれないけど、刹那は俺のことを避けているんだろうか。心当たりなら山とあるに決まってる。クリスマスイブの決裂、その後の長すぎる冷却期間、刹那からのメールに数日間答えなかった俺、とっくに愛想を尽かされ、それどころか憎まれてもおかしくない日々を過ごした。だから俺はもう刹那から拒絶されている。二度と会うことも、言葉を交わすことも叶わない。こうして毎日メールさえ来なければ、そう思い込むことだって可能だったのに。来週から期末試験が始まる。そうなるともうさらに2週間、まるまる1月、刹那と会えない時間が積み重なっていく。この中途半端な状態のまま、俺にとっても刹那にとっても何の進展も後退も結論もない生殺しの状態のまま、そんなのはダメだ。相手の出方を伺ってばかりで何の進展もないのは逃げているのと同じこと。タイムラグのあるメールだからすれ違うだけ。直接電話をかけたら、直接会いに行ったなら、刹那を逃げよ、俺の逃げを許さなかったなら、くっ。お、出ました。だから俺は北原、そっちかい。マリさんに電話しちゃったよ。刹那にかけたのかと思ったわ。マリさん、マリさん癒して。俺は最低だ。ああ、まだ会社。うん、大丈夫。今は私しかいないから。大丈夫、鈴木さんいない。そうですか、よかった。なんだなんだ、そんな暗い声出して。試験が終わるまで私に会えないのはそんなに辛いのか。んいいな、このノリ。くっ。
そういえばさ、これもツイッターに書いちゃったんだけど、マリさんの声優さんって天神の響きちゃん、塚原先輩と同じ声優さんなんですね。今さら知りました。でも言われたら確かにお声がそうだわ、塚原先輩だわ。なんてな、こういう冗談は下手だからやめとく。またお前にセンスないとか笑われるのも。少し辛いですいやもうこれ本当だからマリさん癒してってことだもんな。ななマリさん次の休みいつですか。北原お前がそういう考えなしなことを口走るたびに私がどんなに揺さぶられてるのか分かってるのか。明日か明後日かどっちか休みじゃないんですか。人の話をちゃんと聞け。もしからかってるんだったら二度とお前の電話には出ないからな。会いたいです。やめろ、やめてくれ。お前のそのセリフは仕事に支障が出る。すいません、本当に最低だ。でもなんかこうこのやりとりは年齢差がちゃんと出てるね。大学生と社会人のカップルって感じ。俺と仕事どっちが大事なんですかみたいなまあそんなことは言わないけど、胸に溜まった中途半端で行き場のないモヤモヤを一番ぶつけやすくてぶつけたい人に向けてしまう。彼女にとってはいい迷惑だって分かっているのに。なあ北原、お前さ来週の月曜から期末試験だよな。だからバイトもしばらく休んだんだよな。はい、そうです。だったらさ、私と個人的に会うんだって。試験が終わるなれば。そうなんですけどね、俺もそのつもりだったんですけどね。なのに、止まらない。我慢。直球。そんなに私と。そのもうお猿さんになっちゃってるから。マリさん、俺あまりにも情けなくて卑怯で陰湿でけれど本当はいやらしいまでに出さんってきて、彼女の人の良さと姉御肌なところにつけ込んだ十分な賞賛あっての負けたふり。でも分かった、これ海洋社行くんじゃないの。いやグッディーズでさ小春ちゃんとやるイベントあったじゃないですかこのゲーム職場でやりがちなんだよな一作目でも大型リナとスタジオでやっちゃったし、ホワイトアルバム職場でやりがち。ほらもうこんなに迷ってしまっている。マリさんってこういう人だから。海洋社行きますよ俺。わ私は言ったよな、男と付き合うにしても仕事優先だって。まあでも言ってたね。言いました。それはつまり大学生のお前には学業優先を望んでるということで。はい。しかもお前は親のすねかじりなのだからなおさら。初日の試験必ず U を取ります。マリさんに会えても絶対に成績を落としません。そんな口約束。ちゃんと成績表も渡します。もし取れてなければしばらく会いませんここまで言ったら北原お前そんなに今すぐ私に会いたいのか。かわいいなマリさんは。はい、会いたいです。そうか。嬉しそう。もうマリさんなしじゃ生きていけない。分かったよ。お明日は無理だけど日曜ならなんとか。マリさんほらな、でも悪い男だな。一科目でも落としたら承知しないから。部屋で勉強しながら待ってます。マリさんみたいに心の底からいい人が俺のこんなに黒くよどんだ理不尽な気持ちを無理やり引き剥がすことなんかできるわけがない。それと掃除とか食事の支度とか無理しなくていいんだぞ。試験期間中だということを忘れるな。できる範囲でならいいですよね。どうを越すなよ。おめえがかよ
気をつけます。だからあなたはどしがたい、すがらずにはいられない。じゃあ行こうよマリさんち。日曜日、日付変わる前には帰れると思うけど、仕事終わったら連絡入れるから。じゃ。なんだよあいつ。なんだよあいつ、本当だよな。こっちの締め切りなんて何も考えてない。今週あたりはヤバいって知ってるはずなのに。もう日曜まで寝てる暇ないな。今から一度帰ってシャワー浴びて着替えてすぐに戻ってくるか。お前めちゃくちゃ忙しくなっちゃったじゃん。参ったな。とんだ猿を飼ってしまった。嬉しそうなんだよな。でもな、猿を飼うことに喜びを感じているな。1月30日日曜日か。行くか。じゃあマリさんち、部屋中にあるスーツ全てにぶっかけておきますんで。マリさん、片付けはするけどぶっかけてもおきますんで。あ、せつな、本当にごめんなさい。いや、この先延ばしはな。今友達の家から帰ってきたところ、結局土曜日は丸一日一緒ってことになっちゃった。そんな友達いないだろうって言ったら失礼だけど、失礼だけど、ユミって覚えてる？ん？同じ整形の深川ユミ。深川ユミ？いた？そんなの。いや、初耳だな。ん？デジタルノベルにも出てないですよね。え、いたかな？いや、わかんない。彼女の家に4人集まってコピーの仕分けついでに一応勉強もしておこうって話になってね。そんなコピーついでの勉強がはかどるわけないよね。思った通り1時間勉強して2時間雑談の繰り返し、途中で借りてきた映画見て盛り上がっちゃったりして、楽しかったけど楽しかっただけで終わっちゃった。こんなことで試験大丈夫なのかな。ごめんなさい。そんなわけでいつの間にか日曜になってました。結局明日の試験対策まだ何もやってないし、今日外出するわけにはいきません。ずっと伸ばし伸ばしにして本当にごめんなさい。でも試験が終わったら必ず時間を作ります。大学も春休みに入るし。だから今はお互い目の前の試験に集中するということでダメでしょうか。それとさらに厚かましいんだけど、もう一つだけお願いがあります。試験期間中もちろん会うことはできないけれど、それでもメールだけは続けていいですか。はぁ、一日に何通も送ったりしません。ただほんの少しの息抜きとほんの少しの活力のために、明日から頑張ろうね。それじゃ。一体刹那にいつ会えるんだ。でこのメールを受信してるのが他の女の家だとは思わねえだろうな、刹那。結局刹那からのメールには俺の予想を超えるような内容は何一つ書かれていなかった。今週末はやっぱり会えないということもすでに規定済みなのは、今俺がこの場所にいることからも明らかで、まあそうか。トト、出汁が沸騰してきたので火を弱め味見をすると、もう一度蓋を閉める。もうすぐ帰ると電話があったのがもう30分以上前。これさ、今回ももしかしてやっちゃう？もうだとしたら動画的に4回連続でやっちゃうことになるんだけど。彼女が帰ってきたらすぐに魚と野菜を放り込み、着替えている間に夕食の準備を済ませてしまう。短い時間をなるべく見つめ合って過ごすために。リ、本当にごめんなさい。諸々の件了解しました。お互い試験頑張ろう。それじゃ。あ、たった3行で送信ボタンに指が伸びそうになりけれど、そこで固まってしまう自分のメールのあまりの冷たさに。こんな素っ気ないメールを送ってしまったら、刹那が次のメールを送るのにどれだけの勇気が必要になるか。こちらから追いかけ続けていたはずなのに、いつの間にか俺はまた逃げようとしているのか。結論の出せないままずるずると。あ、それと試験中だろうが就寝中だろうが入浴中だろうが、メールしてくれるのは全然構わない。俺にとってもセサのメールは力になるから、だから待ってる。付け足したな。なんかそれをだから他の女の家から書いてるメールっていうのが悪い男だよ。そんな風に思い直して文章を追加してみたら、今度はその内容の気持ち悪さに愕然とする。他の女性の部屋に泊まりに来ていながら、こうして彼女と出口のない会話を続ける虚しさ。刹那への嘘が日常的に重ねられていく空恐ろしさ。
結論を出したいけれど物理的に出せない。それが誰かの意思によるものなのか、それとも単なる巡り合わせに過ぎないのかもはっきりしない。だから俺はますます、あ、帰ってきた他の女性に傾倒してしまう。これは今晩もお楽しみだぞ。頑張っちゃうぞこれ。ただいま。嬉しそうなこんないい笑顔で帰ってきてくれたらさ、ただいま音符マークついちゃったよ。マリさん、お帰りなさい。ドアを開けると靴を脱ぐのももどかしくて、マリさんが俺の体に両腕を伸ばす。いきなり瞬間俺の鼻に漂うほんの少しの刺激臭。いやー悪かった、遅くなって日をまたがずに帰れるかと思ったんだけど。酔ってる、もしかして。最後で編集長に捕まっちゃってね。マリさん、なんで。匂いだけではなく、コンビニ袋に包まれたワインの瓶の蓋が開いていることも俺の言葉を裏付けた。一緒に飲もうと思って買ってきたんだけど、帰るまで我慢できなくてな。あはは。とにかく靴をほら脱がせますよ。うん。ちょっと。ほら、くさがった。なんだこれ。ちょっと不自然なぐらい明るいマリさんに構わず、その下半身を勝手に抱きかかえブーツを脱がす。外が実はとても寒かったことを、その足の裏の冷たさが証明していた。はあ、疲れた。寒かった、眠かった。帰り道凍え死んじゃうかと思ったわよ。迎えに行きたかったね。お疲れ様です。ほら少し休んでてください。その間に食事の用意しますから。いやもう同棲だなこれ。うん。部屋の中までマリさんを連れ込むと、そのままベッドに腰掛けさせる。マリさんは無抵抗なような、だからこそこちらの負荷が高いような、そんな緩慢な動作のままゆっくりため息をつく。帰宅途中にワインをラッパ飲みしてきたこともそうだけど、ラッパ飲みして帰ってきたの？そんな一つ一つの投げやりな態度は、なんとなく昨日の電話での彼女とのギャップを感じさせる。ラッパ飲み？鍋の準備しときましたけど、たら大丈夫ですよね。家事は極力控えて勉強しろって言ったのに。この専業主婦ね。結婚しちゃったよもう。鍋なんて簡単じゃないですか。材料は適当に切って煮るだけなんだから。そうなの？その程度理解できるくらいにはマリさんも家事やった方が。ふん。電気鍋があったらテーブルで煮ながら食べれたんですけど、そういうの探したけどなかったから。うん。まあできてからそっちに持っていきます。あ、春菊食えます？入れちゃいますよ、白滝とかも。うん。何？何なの？どうやらマリさんは俺にちょっかいを出すことを諦めたらしい。着替え始めたか、それとも寝てしまったか、俺の背後から声が聞こえなくなった。ついさっきまで沸騰していた出汁は再び火をつけて、数秒後に元の勢いを取り戻した。俺はその煮立った鍋の中にタラを入れ、椎茸、豆腐、白菜と次々に具材を投入する。ザルに盛られた野菜が次々の鍋の中に落とされ、炊飯器から漏れ出る湯気も勢いを増していき、なんでもうほんとお家だと立場が逆転するな。このギャップ最高だな、マリさん。そんな穏やかな時間にいつもとは立場の違うノイズが乗り込んできた、割り込んできた。北原え、ああちょっと始まっちゃうんじゃねえのこれ。はあはあ言っちゃってるマリさん、はあはあ言っちゃってるけど、いい顔してんな。どうしたんですか？なんでもない、ただこうしたかっただけだ。まあ甘えん坊さんになっちゃって、また他の女の子と比較しちゃうのもあれだけど、小春ちゃんルートの時もさ、鍋作りながらやっちゃったよね。なんだこれ、性癖なのかな。鍋作りながらやるって、こうしたかっただけと言われても、マリさんの体が俺の背中に強く押し付けられてきた。背中から首のところに顔をうずめ、俺の匂いを吸い込み、そして荒い息を吐く。
背中から回された両腕は俺のシャツのボタンをまさぐる脱がそうとしてんじゃん。もうどっちがお猿さんなんだよ。北原マリさん、まるであの時の去っていこうとするマリさんを強引に奪いかけてしまった俺のような行為。ああ、一番最初のね。私さ、マリさんまだ帰宅して10分も経ってないよ。ちょっと鍋が吹いて。いいよそんなの。今欲しいのはそっちじゃないんだ。不死だらな上司やで。ちょ、マリさん。ボタンを外すのを諦めたマリさんの右手がとうとう思いっきりシャツを引っ張り無理やり引きちぎった。何その荒技。俺のシャツどうしてくれんすか。ボタン全部。ほら、こんなに暑いじゃないか。一体どこの話をしているんでしょうかね。それはだってマリさんが。シャツの中に潜り込んだ手はなおも必死に俺の胸をまさぐり刺激を与え続け。ちょっと今日はマリさん、今日くらいは私が。マリさん、その椎茸は鍋に入れるはずの椎茸じゃありません。俺も何言ってんのか分かんない。本当にどうしたんすか。どうもしないよ。ただマリさんな、北原、ちょっと今日はいつもより激しく。いつの間にか俺の手は俺をまさぐるマリさんの手に重ねられていた。見つめ合い唇を重ね、俺たちは飢えた獣のように互いを貪っていた。どうしちゃったの。マリさん、なんかあったの。どうしちゃったの。マリさんは決して俺のことを名前で呼ばない。そう、ずっと北原だよね。前に一度その話をしたことがあったけど、職場でうっかり名前を呼んでしまったらどうすると少しだけ頬を膨らませ拗ねたことがあった。ああ、そういう理由なんだ。北原、私のマリさんの鍋が沸騰してますよ。マリさん、俺の椎茸が。いやもう鍋に例えるのはわけわかんねえ。あ、フェードアウトした。でも今この人の呼ぶ北原を春樹以上に特別に感じられる。北原のちっちゃいあがつくのがいいよね。北原、その本来なら無味乾燥な呼び方の中に俺への強い愛情を見つけられるから。二人きりの記憶で頭を満たすことで何かを忘れようとするかのように。なあ北原、お前、本当にひどい男だな。何、これはもう事後やっちゃった後ですか。これごめんなさい。本当にひどい男だ。中途半端に結論を先送りにしたままマリさんに甘えすがっておきながら、そのくせに破壊するかのように扱う。破壊神だな。もうひどい男だ。私はこんなにおかしくしてしまって。マリさん、けれど彼女の言うひどいは俺が捉えているイメージよりも相当俺にとって甘い解釈だった。こんなことじゃ困る。私、私迷ってしまうじゃないか。そのマリさんの俺への甘えが、俺への甘さがまたしても俺をやり場のない衝動へと駆り立てる。マリさんをめちゃくちゃに愛してしまいたくなる。壊すほどに強く抱きしめてしまいたくなる。お前はなんてやつだ。本当に、かわいい。マリさん、マリさん。あ、フェードアウト、ねっとりフェードアウト。これやっちゃったな、始まっちゃったな。壊れるほど愛したな。3分の1以上伝わってほしいな。
シャワー浴びてんじゃん。あ、終わった。事故だ。このため息は事故だな。あれ、なんかマリさんが主導権を取るみたいなこと言ってなかった？結局めちゃくちゃにされてしまった。ベッドの上では S と M は変わらず、マリさんの、M はイニシャルの M はマゾの M か。これも今回も動画のタイトルさらば理性じゃん。4回連続さらば理性。参ったよ。こんなにハマるなんて。どうしよう。ハマるというかハメるというか。の？はいはい。ちょっと待、腰が。どんだけ激しかったんだ。腰に負担が。しかもこれ北原に。あ、やめてやめて。何やってんだ。あ、嫌な、あ、すごい、うわ、すごい嫌な予感がする。北原の携帯、あ、このメールはだって 100% 刹那からのメールだよね。うわ、怖い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 。え、マリさんやめてよ。このメールを盗み見るなんて人間にも取る行為じゃないか。それは小春ちゃんにも言ってやってくれ。小春ちゃんは見た挙句削除したから、うん、え？でも私、いや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 、理由になってないよ。ダメだよこれ。見たら一気に話の流れ変わるぞ。すいません、お先に。うわ、あ、セーフ？大丈夫、大丈夫だったのかな？見られてないんだよね、きっとね。こわー、焦った。ホワイトアルバムならやりかねないからな。あ、どうした？鍋。ああ、そういえばすっかり忘れてたな。自分たちばっかり沸騰してな。心の方に目を向けると、そこにはすっかり冷めた鍋とザルにあげられた野菜の残りが寂しそうに放置されていた。生物だけ冷蔵庫にしまっておいてよかった。お腹は空いてません？空いてるけど、こうしてることにとって変わるほど強い空腹感があるわけじゃないから。マリさんと、マリさんはいつもの事後と同じように俺の胸にギュッと顔をうずめる。その乱された表情を見ていると、不思議なことに俺の空腹感まで収まってしまい、なんだろう、なんだろうな、本当に。まあいいじゃない、明日食べよう。朝にでも。朝から鍋ですか。別に夜でもいいけど、ゆっくりしていけるんだろう。ええ、試験勉強をしなくちゃいけませんけど。うん、どうやら今の反応を見ると、今日会う約束をした時自分が何を言ったのかは忘れたみたいだな。まあ今までの蓄積があるから、多分 U はいけると思ってますが。そうか頑張れ。はい、何しろ失敗したらしばらく会えませんから。しばらく会えないか、寂しそう。マリさん、久々に拗ねた顔が見たくて、少し挑発っぽく発した言葉にマリさんは少し予想外の反応を返した。怒るでも強がるでもなく、まるでその言葉が現実であるような赤涼感。現実。なあ北原、何ですか？いや私ってさ、例えば東馬和さんの代わりとかじゃないよな。何を言い出してるの、マリさん。え、別にいいんだけどな。それでもいいの？そしてその言葉をきっかけに続いていく会話は、なんだか妙にネガティブな方へと向かっていく。何かあったのかな、やっぱり今日のマリさんは少し、なんてな。俺だってずっと曖昧な態度を取り続けているのに、相手のそんなちょっとした変化に目くじらはなんか立てていられない。前にも言ったけど、似ているのは確かです。特に言葉遣いとか雰囲気とか。
私は単なる代用品なんだな。お前最低だよ。別にいいって言ったばかりなのに全然的外れなのに。なんとか言ったらどうなんだよ。その喋り方がもう言い方がカズサなんだよ。俺が正直に話さないせいでマリさんはちっとも正解にたどり着けていないのに、それでもこんなに突き刺さる言葉が出てくるのは何の因果なんだろうな。お前がそんな風に思ってるならさ、別に気を使って愛してるとか言わなくていいからな。さっきまでこの人をわざとすねさせようとかそんな傲慢なことを考えていた自分に腹が立つ。そういう割り切った付き合いだって。いやいや、私は別に絶対思ってないよそんなこと。でもマリさん、ちょっと今度北条府の制服着てくんね。制服着て髪を下ろしてサックス持ってくんね。違います。本気と冗談の線引きさえできない俺が悔しい。好きな人を安心させてあげられない俺が憎い。マリさんとトーマは違います。全然違うんです。 けれど今お前、トーマはここにいないけどマリさんはここにいます。たった一人を選ぶことすらできずに誰をも不安に陥れている俺が、だから全然違うんです。代わりじゃないんです。北原、マリさんが必要なんです。そっか、憎いけど悔しいけど腹が立つけど、それでも俺は自分の最低さに磨きをかけずにいられない。マリさん、もう一度じゃあしようか。今回も5回出すまで止まりませんよ。この男はもう強く、ただ今目の前にいる人を愛して、それ以外の現実を頭の外に追いやって、そしていつか来る審判の日まで少しでも自分を楽な方向に導いて、そんな最低な過程を今は辿っていく。これまたやっちゃっ、2月10日 ?2 月、2月10日一気に進みましたね。なんかキリがいいっちゃキリがいいか。ここで一回区切りましょうかね。なるほど、2月10日か。これ本当に途中で言ったように、刹那2月14日狙ってない？なんかそうな気がしてならないんだけど、ずっと会えないって言い続けて予定が空きました。2月14日です、ドーン。その日はドーンっていうことなんじゃないので、絶対その日はその日でマリさんの予定があったりしちゃって、マリさんドーン、刹那ドーン、どっちを取るドン。なんかそんなんしてくるな、ホワイトアルバムはな。油断できませんね。さて、それでは今回も変なテンションになってしまいました。ここまでにしておきましょうか。しかし出れまくりのマリさんはほんと可愛いですな。たまらんですな。今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。